生歌リクエスト、はい、あんま弾かない、はい、これかな、夕霧さん、かさみさん、こんばんは。あ、ニコニコネーム、あずささん、はい、今日はバイトで駅前でフィットネスクラブのビラ配りを朝から夕方までやってました。あらららら、途中ぼんやりして無意識にディケードを口ずさんでました。なので生歌リクエストのテーマは地獄の灼熱ビラ配りでお願いします。なるほどね、タイトルセンスいいね、タイトルセンスいいよ。朝いいですね、地獄の灼熱ビラ配り。なるほど、わかりました。地獄の灼熱ビラ配り、いいですか、いきますよ。結構熱い感じですね。熱いね、結構熱射病が直前みたいな感じ。テク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 テなおちゃんは、なおちゃんはもう見てない、見てない、多分 in the bed、 in the bed。 なるほど、なるほど。地獄の灼熱ビラ配りか。地獄の灼熱ビラ配りいきますよ。あー、なるほど。なるほど、ちょっと待って。 OK OK、テンポはダンツツ、ダンツツ、あ、いいのあんちゃんこれ。あ、ビート出んだっけこれ。ビート出ますこれ。ちょっと待ってくださいよ皆さん。俺もこれまだ買ってね、ほとんど使ってないから。違う。軽快な音楽出ちゃった。ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと繋いで。なるほど。あ、はい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 。ああ。Yeah yeah。私のビラ見てフィットネスクラブ来て来て、バックの灼熱ビラビラ見て、みんな私のビラもらっ て一日払い働いただいても、時給はたった350円、安いな、ちょっと割に合ってないんじゃない。最速です。マックにした方がいいと思う。バイト。変えよう。ビラ配りしたくなったって。ああもう。なるほど。いいね。はい。なんかさ、この即興ソングでできた曲たちは、うん、それはそれでレコーディングして、それはそれで。なんかこうコンセプトアルバムみたいな、なんでもいいけど、何らかの形で、うん、マジな形でレコーディングしてリリースできたらいいね。なるほどね、オッケーオッケー。だって今1曲できたもんね。尺打ち後、尺ビラが、尺ビラね、尺ビラできた。地獄の灼熱、灼熱ビラ配りで、あーって後は来るでしょ。ビラ配りってかっけーな。かっこいいビラ配りね。お便りコーナー、あれ行くよじゃん。うん、お便り1個行こう。ちょっと俺休憩するから。前もあるから飲んでて。あ、はい、いらないですか。飲めるけど。あ、ほんと、ダメなの。オッケー、じゃあ1個レアレンソーダ行こう。レアレンソーダ行きます。これ読んだ、ベニッポン、ベニッポンだったね。行きます。はい。アイスちゃん、アイスちゃん、ゆぎりさん、かさみさん、こんばんは。こんばんは。最近彼氏ができたのですが、うん、来週の土曜日に隅田川の花火大会に行く予定なんです。おう。でも実は私、
今まで花火大会は家族や友達としか行ったことがなくて、なるほど、彼氏と2人きりで花火大会生まれて初めてなんです。おお、いいね。だからドキドキで、どうかこんな私にエールをください。おお、花火大会初か。初。いや、まあ、それはマジでドキドキするね。いいよねー、うん、あのね、じゃあこれちょっと先輩から1個アドバイス。先輩から。時間は余裕を持って、時間、時間には余裕を持って行動した方がいい。集合時間とか、そうそうそう、待ち合わせる時間とか、うん、花火の直前とかだとやっぱね、うん、人たくさんいますから、まあ混み合いますよ。いや、混んでるし、もう結局花火見れないんで終わっちゃうみたいなのもあるかもしれないから、うん、なるべく早めに一緒に、あの駅とかもさ、うん、直前だとすっごい人混みになってするから、あ、もし車で行くなら車もほんとすげえ混むからね、うんうんうん、あ、ちょっと待ってください、はい、コメントの黄色がレイ、青色がナオちゃんで書いてるらしいです。なるほど。あ、ナオちゃんいるの？いや、わかんないです。いや、いないよ。いや、いないよ。いやいや、ナオちゃんはいない。いや、ナオちゃんはいないよ。いない、いない。ナオちゃんはいない。いるわけがない。ナオちゃんはいない。いない、あ、いた、いた、いる。いる、はい、ナオナオちゃんいるんだ。おお、マジか。嬉しい。みんな見てる。ギター借りてるよ。あ、ギター借りてます。ギター借りてるよ。はい。なるほど。そう、時間にはね、余裕を持って行動した方がいいです、絶対。なんか、うん、花火大会って、その花火見るまですげえワクワクしてドキドキして、うん、で、実際花火上がってる間とかすげえもう、うん、あーってなるじゃん。なるなる。でも終わった後がすごいこう、何？切ないというか、祭りの後って。あー、終わっちゃった。何でもそうだけど、すげえ切ないよね。うん、なんかでも、そこキュンキュンする。ポイントあるじゃん。なんかいいんじゃないの、同じ景色見てその後こうちょっとあれでしょ、こうラブラブしながら帰るでしょ、手つないで、手つないで、うえぇ、今日楽しかったねみたいな、アイスまた行こうなんて、チューしちゃうんか、アイス。いいっすね。あのね、チューするならね、お、チューするなら、チューするならね、花火バーン上がった時がいい。なんでなんで、みんな花火見てるから誰も見てないから聞きました。聞きましたか、この シティーボーイのリーグ。お前よ。お前どうでもいいけど酔っ払ってるな。楽しいですよ、楽しい。うん、楽しいだ、それ酔っ払ってるからなんだよ。でも楽しいんだよ、ほんと。あさみの笑顔って。いいとこで花火見な。素敵な。隅田川ってどこ？隅田川は上野の方。うん、上野の方だね。すごい、うん、あのスカイツリーとかの方だ。ああ、いいじゃないですか。そう、浅草とかスカイツリーの上から見たりしたらマジ最高なんじゃないの。ああ、もう花火を下からね見れるわけですよ。花火の方が低いんだ。低いです。それやばいっすね。やばいっすよ、やばいっすよ。いいっすね。うん、じゃあ即興ソング。え、マジっすか。だって花火酔っ払っちゃうもん。いや大丈夫大丈夫、俺まだテキーラ20杯いけるから。この笑顔100円、この笑顔も100円、なんだっけ、この笑顔は120円。いくよ、はい。こっちも本当に1回で打ち切りになってしまうかと心配しました。アリアリちゃんからですね、はい。即興ソングのお題ですが、僕の波に乗らないかいでお願いします。お、僕の波に乗らないかい。僕の波に乗らないかい。いきなり来るんだ。僕の波に乗らないかい。乗らないかい。マイウェイ、乗らないか、俺の波に乗れないか、乗らないか、マイウェイ、マイウェイ。終わったの。終わったの。レイさんとナオさんのコメントが来たら拾ってあげてください。いや、じゃあ次行きましょう。次、次、うん、次。じゃあまたお便り行こう、行こうよ。はい、行きます。いきます、いいですか、はい。恋愛について悩みです、はい。ゆり子です、うん。私には大好きな彼氏がいます。まだ学生なんですが、はい、結婚も考えてます、けどすでに彼氏は山口で就職していて、私が学校卒業するのは3年後です。それから私は3年間京都に住みたくて留学もしたいと、こんな感じで やりたいことがたくさんある、はい。でも彼氏は早く結婚したいと言います。大好きな彼氏のためにどちらかを諦めた方がいいんでしょうか。でも独身の間にどれもこれもしておきたいことがたくさんありますと。なるほど、教えてください。いや、もうこれ絶対彼氏に、うん、私はこれやりたいって言おう。言っちゃう。言おう言おう。彼氏は待たなきゃいけない。いや、好きなら待てよ。お、
ゆり子のこと好きなら、うん、じゃあ風見はゆり子のこと好き？好きだよ。じゃあそれかカメラに向かって好きだよ。ゆり子のゆり子のどこが好き？ゆり子のどこが好き？え、あとね、あの鎖骨とかゆり子は鎖骨見られてる。鎖骨とね、あと肘、肘中とか肘中とか好き。綺麗だもんね、そこゆり子、まあ、ここね、あの夏になっても被れてない。だから BGM 止まってね、うん、いやでもこれはね、言おう言った方がいいと思う。言おう、うん、ゆり子言おう。私はこれがやりたいんだ。私のここ見てと。そう、ここ見て、私のここ見ても待てねえと言えるからそう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 、でこれで言おうよ。で彼氏は、うん、それで待ってくれたらね、本当に素敵な人だと思う。まあそうだね、でもそれはそうだね。やりたいことは絶対やったほうがいいよ。やったほうがいい、うん、マジやったほうがいい。俺らもやりたいことやってるから、うん、それは間違いないね。絶対やったほうがいい、はい、独身の時しかできないことがたくさんある。こんばんは、あらゆわと言います。はい、テーマは夏ということで、今思ってることを書いてみました。お、あ、歌詞がある。マジっすか。歌詞があります、今回初めてです。なるほど、ありがとうゆわちゃん。歌詞がありがとう、大変だったでしょ。歌詞がある。歌詞があります。なるほど。か、テーマはこれ、蚊ですかね。蚊ですか。か、あの、あれだ、チクンって刺すか、かだ、モスキートのかですね。なるほど。か、歌詞があります、どうぞ。これ結構あれだね、結構スキル高いね、このコーナー。OK。 夏の君は強いよ。なるほど。あ、でもこれあれだね、サビ、なんかビジュアル系っぽいね。なるほど。カマキリ勇気って言ってやがる。やめてくれ